プレイフォージャパン、皆さんの心にも届きますように。 BGM は川端明、忘れたんじゃない、思い出さなくなるだけさ、でお送りいたします。どうぞ。でシューズを履いて外に出ようとしていた。地震を逮捕しに行くとのこと。小さな体に宿る勇気と正義感に力をもらう。皆さん、気持ちを強く持って頑張りましょう。マグニチュード 9.0、 世界最大級となったのか。じゃあ今後、復興のためのエネルギーも愛も世界最大級にしなくちゃ。千葉の友達から避難所でおじいさんがこれからどうなるんだろうと漏らした時、横にいた高校生くらいの男の子が、大丈夫、大人になったら僕らが絶対元に戻しますって背中さすって言ってたらしい。大丈夫、未来あるよ。自宅は流されて自分は避難所にいるのに、店が大丈夫だったからって無料でラーメンを振る舞っているラーメン屋さん。日本ってこんなにみんな温かい。日本に生まれたことを誇りに思う。物が散乱しているスーパーで落ちているものを律儀に拾い、そして列に黙って並んでお金を払って買い物をする。運転再開したで自転車で混んでるのに妊婦に席を譲るお年寄り。この光景を見て外国人を絶句したようだ。本当だろうこの話。すごいよ日本。世界各国から勇敢なレスキューチームが東北の被災地へ赴き、危険を顧みずたくさんの人々を救ってくれました。彼らの力強く、そして温かなサポートに心からの感謝を送りたいと思います。本当にどうもありがとう。メキシコより、日本の皆さん、私たちはいつでも一緒にいます。戦後の復興を遂げたのと同じように、この困難を乗り越え立ち上がっていけると信じています。そして粘り強く戦い続けるということを、今また皆さんは世界に偉大なる手本を示してくれているのです。日本の皆さん、頑張れ。絶対に前に進んでいける。はい、はいと多大なる誠意を。パナマより、私はパナマのルベンと言います。2010年に4ヶ月間日本に滞在しました。文化や人、連帯感など忘れがたいものばかりです。そして今、肺の中から飛び出したフェニックスのように、日本は絶対に復興できる、そう思います。どうか神様が日本のすべての皆さんを守ってくれているように祈っています。被災地より、被災地からです。みんなの声がちゃんと届いている。そして隣の人と泣いている。ありがとう。すぐそこでは遺体が何百人と打ち上げられている状況に悔しいだけ、また悔しくて泣く。こんなに悔しいのは人生で一番。とにかくみんなの声に支えられている。国連からのコメント。日本は今まで世界中に援助してきた援助大国だ。今回は国連が全力で日本を援助する。総合支援部隊統合特殊作戦司令官ロバート・ピートス、米空軍大佐。4月3日、仙台空港の27番滑走路から800メートルほど離れた砂浜で松の大木を並べて描かれた ARIGATO、 ありがとうのメッセージが見られた。仙台空港においてオペレーション友達に携わった米軍は全て本州と沖縄の駐留部隊である。支援活動に派遣された全米軍人に代わって言いたいことは、我々を迎え入れてくれた友人であり隣人の日本の人々を支援できたのは我々にとって名誉だということだ。第353特殊作戦軍、米国海兵隊富士機動隊、海兵隊第35兵鍛錬隊および陸軍第35兵鍛錬隊の全隊員、君たちの仙台空港復興に向けた懸命の作業、また
日本の人々に復興への勇気を与えてくれたことに感謝する。聖アウグスティヌス曰く、我々は称賛には値しません。我々は我々の義務をなすのです。日本の皆さん、ありがとうには及びません。